1931年、東京でのマルガの歓迎会にて、右に立つのは長岡外市。発送本エッツドルフは、ドイツの外交官。ギニアラジオ情報局長のイートゥーレと会談する、エッツドルフ発送本。エッツドルフは、オスターラントの貴族であるエッツドルフ家に生まれた。プロイセンの高等行政官リューディガー・エッツドルフの子息である。 ウルリッヒ・フォンエッツドルフのおいで、パイロットのマルガ・フォンエッツドルフのおじにあたる。第一次世界大戦に参戦し、1918年、当時の階級は中尉だった。その後、ゲッティンゲン大学で法学と経済学を学び、1922年に法学博士号を取得する。1919年より、ドイツ国家人民党党員となる。1924年からは、鉄カブト団。 前戦兵士同盟にも加入した。1928年5月、ドイツ外務省に入省し、1931年に東京駐在の外交官となる。1935年に、福島県藍津若松の飯森山に、白虎隊を検証するドイツ記念碑を寄贈した。ただし、石踏みが完成した時には、エッツドルフは日本を離任しており、彼自身は一度も、 現地で石踏みを目にしたことはなかった。1933年6月1日に、ナチス島に入党した。1934年10月に、外務大臣コンスタンティンホン・のイラートの施設秘書となる。1937年2月、大使のウルリヒホン・ハッセルと同格の外交官として、ローマ駐在となる。1938年1月30日、突撃隊に加入し、 最終階級は中佐だった。1938年6月、外務省人事部に移動した。1939年9月からは、予備役の騎兵隊員として、外務次官、エルンスト・フォンバイズ・ゼッカーと、参謀総長、フランツ・ハルダーの連絡役を務めた。アップベア局長のヘルムート・グロスクルトと、外務大臣官房長のエーリヒコルトと共に、 文書出すだろうワンダーンハイルを寄贈した。これは計画中のナチスドイツのフランス侵攻に対して軍の指導者に反逆を呼びかけるものだった。1938年2月からエッツドルフはフォン・ハッセルやエドアルト・ワグナーといったファン・ヒトラーの有力交換と密接に連絡を取っていたが、反フランス侵攻キャンペーンの後にエッツドルフはそうした任務をやめた。 1944年7月20日の政府転覆計画には準備に積極的に関与していなかった。しかし、エッツドルフはボルフスシャンツェ本部でエドアルト・ワグナー将軍の指示により暗殺未遂が起きた際、1944年7月19日に友人で同僚のベルナー・ポン・シュミーデンに24時間以内に事件が起きると告げた。 暗殺計画の失敗を、シュミーデンは、エッツドルフに伝えた。1945年2月、エッツドルフは、ジェノバ総領事に任命され、ヒトラーからの港湾施設や工業施設を破壊する命令を、実行可能な立場だったが、ギュンター・マインホルト将軍は破壊工作を拒絶した。終戦から1947年8月まで、エッツドルフは抑留された。 彼の日な地下については具体的に知られていない。1950年からエッツドルフはドイツ連邦共和国外務省に勤務した。1956年から1958年までカナダ大使。1961年から1965年までイギリス大使を務めた。1933年から1941年までドイツのジャーナリストとして、 中日ドイツ大使館に出入りしたソビエト連邦のスパイであるリハルトゾルでは1936年3月にドイツの新聞フランクフルター・ツァイトングに特派員として自らを売り込んだ際の手紙で自分の身元紹介先として当時の中日大使ヘルベルト・フォン・ディルクセンやオイゲン・オットと共に帝国外務大臣書記官 H ・フォン・エッツドルフの名を挙げている。論文 1919年8月11日における、ドイツ帝国憲法下での共和国大統領の地位、ダイステレオンでライクスプロスイデントムアウフグランドデア、バーファサンでドイチェンライショスフォグ11、オーガスト1919 19ハット ABCDE9 等、ミワオと、ドイツ記念碑と日進館の教育合図の中の、ドイツ、福島大学教育実践研究機応第13号、1988年、 ピアニッシモ、25から35、デア・ビガースタントゲーゲン、ヒトラー・ウント・デア・クレグ2007年10月4日、時点の、20ジュリ・ウェントカー、PDF オリジナルよりアーカイブ、2020年8月6日閲覧、ウェルナー・フォン・シュミダン、イン・ハウト・カティア、AM ・ランデ・デア・タント、20、ジュリ1944、ウフサイクン、NHK 取材班、下モトメ・ノブ 国際スパイゾルゲの真実角川書店、角川文庫、1995年、P92、ありがとうございます。